大人の世界にようこそ。はい、本日はね、100m、このあとね、あのランクゲームスで 100m が約30分後にあるんで、まあ、その予選を兼ねてね、一体どれが一番速いのかなと思って、ちょっとね、いろんなキャラクター、パワータイプ、テクニックタイプ、スピードタイプ、3タイプでどれが一番速いのかなって、一番タイムが速かったキャラで、まあ、ちょっとランクゲームスの方挑戦してみたいと思ってます。はい。でね、1番目ですけども、多分一番ね、目がないパワー型。室伏さんですね、これは。はい。ハンマー投げウェアで登場です。ただね、ハンマーはパワー特化型なんですけど、意外とね、ベストスタートとかはね、いい感じなんでね、それがね、どう出るか、ただスピード、同時のスピードがないんでね、その辺をちょっと確認したいなということで、そういえばもう花からパワー型ってダメなんだろうなと思って、使って走らせたことないんで、多分でもね、遅いと思うんですよ。ちょっとこの辺を確認のために。うん、いいね、はいはい、悪くないよ、はい、よー、ういあー10秒、うん、やっぱ9秒切るには至らない。後半の伸びはあるんですけど、多分絶対的なスピードが足りないんでしょうね、パワー型なんでね。どうでしょうかね、これがね、うん、はい、まあ多分一番ね、ないだろうなと思ってやってるんでね、そういう気持ちの問題もあるのかもしれませんけども、まあそこはフラットになるべく、あとはね、あくまでこれは私のプレイでの検証なんで、必ずしもそれがね正解とは限らないんでね、いやいや私はスピード型の方がパワー型の方が一番速かったよっていう方もいらっしゃるかもしれないんで、その辺はちょっと、あくまでも一つの例として、まあ、行きましょう、はい、準決勝、はい、予選とはいえね、10秒に結構スタートもバッチリ決まったのに、これっていうのはちょっとやっぱりこんなもんかなっていう感じはしますけども、セットよし、はいよ、うん、よっ、やっとこさ、100、まあ10秒切れたっていう感じですけども、ちょっと見てみましょうか。スタートはバッチリ決まってると思う。バッチリ決まってますね。はい。して後半の伸びもあるからもう突き放していく。はい。ということで、はい。じゃ決勝へ。さてどうでしょうかね。多分タイム的にはね、何しろパワー型って歌ってるだけでや、ねえ。パワーって言っちゃってっからね、何しろ。全然もう、専門分野とは全く違うとこにね、出てるわけですから。しかも意味なくグローブしちゃってね、ハンマーないの。俺はいつでもこのスタイルなんだよ。室伏さん、はい。ルーキーのままだったな、まあいいか、はい、ここはちょっとね、頑張って連射してみたいと思いますけども、ちょっと待ってください、ポジションがいまいち、セット、ちょっと遅いか、遅いな、遅い、あー遅えな、9秒7、やっぱこんなもんか。スタートはどうだったんでしょうか、ちょっと見たいな、スタートが。これでスタートちょっと遅れてるようだったら、ちょっと待ってくださいね、どうでしょうか。あー、スタート結構ちゃんと出てるんだ。あーでもほら、いくら後半の伸びがあるとはいえ、やっぱりスピードがないからついていけないですね、これはね。やっぱパワー型ってのはないんだな。はい。わかりました、パワー型はちょっと除外ということで。はい。今度はね、スピード型で検証してみたいと思います。
まあ、再三私の動画では登場しているあの桑田さんがスピード特化型なんで、ちょっと桑田さんで予選、まあね、桑田さんでは散々走ってるからね、あとはもうタイムが大して大差ないと思うんで、ちょっとまあまた服装これレンジャースーツっていうらしいです、なんかちょっと近未来的なね、まあ飛ばそう予選は、はい、そんな変わんないでしょうスピード、うん、ただスピード型だとテクニックがないんで、スタートがちゃんとね決まんないとっていうのはあるんで、あれなんかのノロノロって感じで、はいはい、うん、いいですよ、はい、あー、うん、はいはいはい、ちょっと色合いがあんま良くなかったな、なんか私こういう戦隊ものって言うんですか、これはこういう色のセンスがないんですよね。とりあえずあの濃い緑のベースだけは決まって、これいいなと思ったんですけど、あとなんかその辺はちょっとね、勘弁してください。まあまあそんなこと言うのもね、はい、じゃ準決勝でね、はい、はい、じゃあまたここもね飛ばして、スピード今まで最近はずっとテクニック型でね記録更新してきたもんで、うん、スピード型ってのはね改めてどうなのかっていうのもちょっと技術も向上してるはずなんで、どうだー、ああなんか変わんねえな変わんねえな、はい、ちょっといまいちな記録で、こっからいきなり9秒1とかに縮まる急激な気がしないもんね、とてもね、はい、じゃあ決勝、これはテクニック型がな、やっぱり、ただテクニック型でね、一番テクニック重視の人はね、はるかちゃんなんですよ、だからはるかちゃんを走らせないといけなくなっちゃうんで、ベン・ジョンソンは何気にね、ちょっと一歩手前で止めてるんでね、スピードも欲しいっていうので、一応決勝なんでね、はい。あ、スーパーアスリート。こんなん出てきたの？でも9秒7だから、まあ平凡な記録だな。はい。顔見えないもんね、これ。桑田、せっかく桑田さんに捨ててんのにもう。さあ、ここで。まあ、ここでね、10秒だったら1秒近く縮めるのは不可能でしょう、もう。あ、もうちょっと、ああ、あ、やっちゃった、やっちゃった、ごめんなさい、はいなんかやっちゃったよ、はい、はい、全然ちょっと参考になりませんでしたね、まさかのフライングっていうか、まあセットでついついなんかセットって言われて押しちゃったんですよね、ついね、はい、ごめんなさい、はい、まあということで、まあ準決勝の、まあでもテクニックマックスの選手って使ったことないんで、ちょっとそれで一回やってみましょう、はい、はい、じゃあねテクニックマックス型のはるかちゃんでやってみたいと思いますけども、ちょっとスピード型ではちょっとね検証できなかったんですけども、まあこれでもうね9秒台9秒1とか出ればね、もう間違いなく、あ、やっぱテクニック型強いんだなっていうふうに思うんで、予選の大体タイムで分かりますよね、大体。まあ普通の連打でやっぱり、ちょっとね、衣装変えてみました。やっぱはるかちゃんのね、女の子らしいね、やっぱ格好しないとなと思って、ほら、ね。あ、こういう競技に出てくるの初めてだから、比較するとやっぱちっちゃいね、こうすると。はい。はい。はい。うん、はい。女の子らしい感じで。あ、ちっちゃ、やっぱちっちゃいな、やっぱりテクニック型の天下なのかな、これはどうでしょうか、
うん、出ましたね。はい。出ましたね。あ、早い、早い、やっぱり。全然早いっすね。9秒7出ちゃうんだもんね、これで。はい。やっぱテクニック型ですね、絶対ね、これは。うん。まあ、スタートもポンと出たっていうのもあるんですけども、はい。ということで、じゃあ、はるかちゃんでちょっと、記録更新になっちゃうかな、これは。決勝で、初のはるかちゃんで。すごいな、走り幅跳びでも記録出して。しかもなんか、大して似てないのにね。大して似てないはるかちゃんでどんどん記録を更新するっていう。せめて衣装だけでも可愛いと思ったんですけど。スーパースターなのに11秒45って、ね、じゃあ、はい、はい、あまたこの悪い顔出しちゃったよ、この眉間に塩やすいちゃってね。これ好きなんだよ、しかし、ね、私が好きなんですよ。このタイム、ここでどのぐらいが出るか。ちょっと遅かったか、大丈夫か。あー、同じぐらいだね、うん、ちょっと若干スタートが遅めだったかなーって気もあったんですけども、はい、どうでしょうか。ちょっと多分遅いんだよなこれ。あー、まあまあ、ポンと出てるか、うん。なんつっても、この、やっぱりスタートダッシュがね、100メートルでは最大の武器になると思うんでね。だから、ベン・ジョンソンがね、記録更新したように、さあ、ここでついに、9秒1から、じゃあ今度9秒0の世界にね、突入できるかということなんですけども。ランクゲームするね、始まる前に。全く同じ動きしてる。あれ遅いぞ。なんかあれちょっとレベル低いか今回。おいおい、そんなぬるい相手だとぶっちぎっちゃうぞ、ちょっと。はい、よっ。これいいね。なんかしゃぐれてるね、しかしね。あの顎なんとかしないとダメだな、ちょっと。はい、ほんと、低いな、これ。記録に注目です。セット。出た出ましたね。今なんかアンビリーバーボースタートって言ったような気がしましたけど。いやー、出た。ちょっと待って、これタイムじゃねえ、これリプレイ。はい、あれ、なんか隣の人の方が早かったな、なんか黒人さんというか。ああ、もう胸張りもバッチリ決まったんですよ今回。ちょっと早めにね、ちゃんと、あ、トルソーって言うんですよってコメントでいただいたんですけどね。まあ、言うのかもしれないですけど、ネットで調べてもトルソーってやるとなんかね、マネキンみたいなのしか出てこないんですよね。だから、まあ本当に、まあ信じてないわけではないんですけどね。まあ一応これで胸張りって言ってるんでね、このゲームでね。まあそれでいいかなという感じで。はい。まあ私のような素人はね、そっちのが、うん、おー、はいはい、完璧に決まってますね、絶対でもね、あっちの黒人さんの方が早いんですよ。どうでしょうか。ほら、やっぱり、うん、ただこのロケットダッシュの性能の差でポンと出てますけども、はい、というわけで、でも出ましたよ、ついに一気に壁越えましたね。
はるかちゃんで、はるかちゃんすげえな、ちょっとこのゲームで有能だな。でもよく考えたら走り幅跳びも100もやっぱりね、助走っていう面であのカール・ルイスもね両方得意にしてたように共通するところがあるからやっぱり強いのかもしれませんね。はい、はい、というわけでね、本日は 100m の一体どのタイプが速いのかっていうの検証の方を行ってみました。では、実体の動画でランクゲームスで挑戦してみたって動画やってみたいと思いますので、ぜひそちらの方もご覧ください。はい、では本日はこの辺で終了です。次回もお願いします。さよなら。